函館の金森赤レンガ倉庫に来ております。なんかいろいろあるみたいで、なんかおしゃれ、めちゃめちゃ見てる、おしゃれがいっぱい、おしゃれ、何か買えそう ね, ね、ショッピングしたりとかしたいし、あとこっちのね、後ろの、はいはい、あの山が何山っていうの、何山なんですか、あれは。あれは函館山でーす。さっき言われとったやん。そう、あそこからね、見る夜景が100万ドルらしいですよ。わー、何が見えるんだろう。夜景か。夜景ですね。でも綺麗なんですよ。やばい。しかも、あのコナン見てからめちゃめちゃモチベ高まってるんですよ。舞台だ。行きたい。行きたいね。じゃあ、行くぞー。あー、来ました。来ました。前髪全開。漏れてる。漏れてる？漏れてるよ。本当ですか？色白ガールだよ。キャピー。キラキラ。はい、北海道です。ここ北海道の駅です。そう、本当にここに函館駅。そう、函館駅。ね。北海道は来たことありますか？北海道？北海道ですね。北海道ですね。北海道は1回だけ来たことあるんですけど、何百年かぶりの大雪、何百年かぶり、うん、の大雪で出れなくなっちゃって、北海道から閉じ込められたの。そう、でその時普通にライブがあったから、うん、フェリーで移動するっていう。え、すごっ。あれ、こっちかな。あ、じゃあタクシーだ。私は初めての北海道、言ってたね。そうなんですよ。あ、お願いします。お願いします。初街道、ユーチューバーみたいじゃない。わかる。せーの、ごっついでーす。カメラに見られてる。明かりを追うぞ、絶対に。明かりが行くよー。イエーイ。行きまーす。ちょっと雨っぽい、ね、そう、ちょっと天気がね、怖い。けど室内だから大丈夫。イエーイ。大丈夫。今風が強いです。風強すぎる。じゃあ室内に、海の近くだから、ね、そうだね、お店、いろんなお店が、ね、あるの。イエーイ。なんか珍しい。 あ、やばい、ついちゃった、ついちゃった。トラッキング、じゃあこっちに来てくれれば、ここにいればいいの。あれ、うん、消えた。こっち行って、あ、いたいたいた。すごい、え、マイリンついてる。ついてない。どっか行きましょう。ママ何があるんだろう、ね、北海道か。函館のなんかないのかな。ね、お土産買いたい。ね、お土産買いたい。買いに行こう。もうでも、このショーウィンドウ、これさ、金森洋物館って感じ。洋物館って何だろう。すごい、これ綺麗に並んでる。あ、手作りなのかな。手作りじゃない。え、袋買った。これさ、とりあえず中に行けるのかな。確かに、どこから入るの。入ろう、入ろう。あ、ここじゃない。静かに撮影係、後ろ姿を撮るやん。すごい、海とか、船もいっぱい。お、お、入れる、入れるピー。入りましょう。入っちゃうかな。え、なんかチーズ、チーズとサブレとか。え、やばい、チーズ熱い。やばい。え、甘いの食べた。かなり熱い。チーズやばい。あ、チーズかも。アロマ？アロマかな。アロマだ。アロマストーンって書いてある。え、ここに垂らすってことなんですか。
知らない。そうじゃない、ストーンに垂らして。そうなのかな。ポックル？でまだだよね。初日に買うもんじゃない。まあでも買って置いておくのもあり。確かに。みんな歌うよ。あー、トレダカ、トレダカの作り方。めっちゃ出てくるんですよ。食べたい。じゃあトレダカ作りましょう。これこれこれ。ね、ダブルチーズアイス、これ有名なやつ。チーズサブ、え、これ、ね、チーズアイスだって。チーズアイス、このチョコチーズアイス、全部のサイドに乗ってんの。え、欲しい。これお土産サイズ全部乗ってた。てか食べたい。普通にわかる、食べたいよね。お土産とかじゃなくて。でも食べちゃいた。3泊4日あるから食べれる。確かにね。ホテル3泊4日だもんね。なんかチーズオムレット、すごい。オムレツみたいにふわふわみたいな書いてあった。スフレタイプのチーズケーキ。でもこれ初めて見た。限定だ、季節限定。メンコイってめっちゃうまいよね。メンコイ、うん、かわいい。え、函館のあれなのかな、言葉なの。うまそう、焼きチーズタルト、うん、食べたい。他にもカレンガ倉庫、うん、え、かわいい。かわいい。なにこれ。ジョジグッズ。え、みんなでなんかお揃いのつけようよ。え、かわいい。なんかお揃いつけよう。え、何にします？何がいい？何がいいかな。お揃いつけようよ。え、かわいい。指輪？髪？髪ゴム？すぐなんか身につけられる。確かに。やばい、ジョジすぎて。すごいよ、これとか。かわいい。ジョジだ。あ、ジョジ。あ、そこなんだ。あ、そこなんだね。そこか。違う。ここなんだ。いい感じ？うん。いいジョジ感ないかな。ジョジ感いいの。え、それかわいい。あ、そこなんだ。あれ。ねえ、どうこれ。めっちゃかわいい。咲いてる？咲いてる。なんかいい感じの選んで、みんなでつけてて可愛いなってなるやつ。選んで選んで。何にする？なんかみんなで指輪。それ可愛い。みんな優柔不断かな、もしかして、うん、もしかしてみんな優柔不断かも。これかわいい。え、かわいい。使えそうね。ひらひら。眉普段でつけれそう。うん、つけれそう。今日の服とかつけれそう。いける。うん、かわいい。まゆちゃんつけてそう。帽子とかにもつけられる。かわいい。確かに。あるもの何か買いたい。交換します。いや、いいよ。ちょっとウニせんべいとかあった。なんかね、これじゃないのもあったんだよね。え、クッキーじゃなくてですか？え、チョコプリンとかあるの？え、白い小指とか。え、待って、ここ光もらえ、絶対ここの光、ここの光絶対漏れる。これ取ったら漏れる。あ、ちょっと下からかも。うん、漏れてる。こちらかわいい。そちらです。こちら、これ欲しい。見つけました。買うの決めてる。買う。え、チョコが、え、欲しい。かわいい。すごい、かわいい。彼女やんけ。白い小人だ。びっくりした。ゲットしてる。チョコまみれ。後で買えなかったとき後悔したくないのでね。後
い。いいね、なんか匂いがついて。よくあるやつ。チーズ。かわいい。かわいい、彼女彼女。あ、そのポーズだった、間違えた。ちっちゃい。ちっちゃいの。どっちでやりきった。やった。ごついでー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 。やばい。ごついでー。ごついでー。取れ高。ここで取れ高な。ごつい、ごつい、ごついでー。すごい、もう3回。ごつい、ごつい。すごい。もう今ので。もう5。ごごついでー。でーす。なんかいい感じの背景。そう、朝からちなみに言ってましたね。結構さ、函館行くって言った時にさ、ね、ラッキーピエロ来てっていう本当に声が多かったので、やっとやっとでございます。ちなみに何食べますか？チャイニーズチキンバーガー、うん、なんか一番有名みたいなやつ。あ、それです。私もです。ゆうちは？ちぬまさんは？ちぬまさん。ちぬまさんはラッキーチーズバーガーの。結構チーズたっぷりそうでしたね。はい、もう画像を見て決めました。はい、何にしました？チャイニーズチキンですか？そうです、チャイニーズチキンバーガーにします。あかりん先輩、これでほとんど北海道制覇みたいな。函館制覇ですよ。確かに、食べ尽くしたかも。え、もう結構いい感じ。うん、あとスープカレーかな。あ、北海道ですもんね。うん、あとなんだろう、あの北海道ってさ、アイスとか美味しいイメージあるの。ミルクアイスとかさ、食べたくない？牧場来たかった。行っちゃう今から。いいな、行った。美味しい。なんかフルーツとかもさ、なんか美味しいイメージあるからさ。わかる。メロン。そう、メロンですよね。ごつい。両手、両手ごついで。しかもちゃんと肘。食べたい。え、うまい。うまい。一個から食べちゃった。うまい。天狗。お肉の味がしっかりしてる、うん、ちゃんとタレがなんか染み込んでる感じ。バーガーだ。これここにしかないのかな。唐揚げだ。唐揚げだ。唐揚げだ。東京にもできたらいいのに、うん、確かに。あったりしないから。函館行くって言ったら本当にみんながさ、ラッキーピエロって言ってたから、うん、めっちゃ気になってたけど、確かにこれは美味しい、うん。タクシーの運転手さんも、うん、ラッキーピエロって言ってた。うん、めっちゃ食べたい。ギトギトになるよ。いっぱい食べたいよ。しかもめっちゃメニューあるよね、うん、超種類あった、うん、チーズも悩んだね。わかる。どう？おいちー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 おい
なんかちょっとミートソースみたいな、うん、ちょっと味違うのかな、多分ミートソースっぽいよね、ミートソースっぽくて、ミートソースだからデミグラスだったみたいな、トマトもシャキシャキで、やばい、なんかグラパンみたい、思った、すごい気になる、美味しいですか、ハンバーグ、どういう感じ、ね、中身だよね、チーズハンバーガーの中身が、あ、でもこれ優勝だ、え、うん、やばいよね、これチーズになんかミートソースみたいなのがあって、これは優勝です、優勝出ました、優勝です、これうまい、ちょっとこれうまい、これやばいよね、これやばい、ごちそうさまでした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 、おいしかったよ、ラッキーピエロ食べました、みんなどうでしたか、美味しかった、お腹いっぱい、染み渡り、染み渡りました、明日から頑張ります、明日からも頑張るぞ、ごちねー、あ、あ、今日温めたね、うん、あ、熱そう、熱いから気をつけて、誰来ました、車で登ってきました、これが100万ドルの100万ドルの夜景です、100万ドルの夜景です、え、ここでプロポーズするんだよね、はい、プロポーズです、ここでちょっとネタバレやめてよまだ見てないんだからいや違う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 、コナンの話じゃなくてあのプロポーズするといいよって、はい、あ、そういうこと、コナンの話かと思ったら、違う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 ということにしておきます誰か待ってます、すごいね、超下に行ってきます、こんなに綺麗です、やばすぎ、すごい、ライブいくよ、サニーじゃあちょっとあの時間にいてたらこの霧が全部なるほど、今だから綺麗に見えんだ、どうめめ美しい景色だこのなんかバラードとかを聴きたいですね、いいね、チルだね、あ、いいじゃん、え、やばい、え、本当に綺麗、いや、綺麗、来てよかった、ね、マジ夜来れてよかったわ、まあ、100万ドルの価値があるの、人がたくさんいるのかなドルの夜景です。
った。ね、すごかったね。感動しちゃったもん。泣きそうだった。ね、わかる。本当に。今、霧に包まれてる。霧に包まれてます。霧のミュウ。甘し。甘し。いやでもめっちゃ大満足。本当に人生初の100万ドルの夜景だった。最高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 だね。バイバーイ。バイバーイ。なんか始まったよ。なかなか早くない？ね、そう昨日乗ったラーメン電車。乗ったんだ。乗ったラーメン屋さん行った。ありがとうございます。ラーメン仲間だ。仲間見つけた。できた？できた。あ、あれ？お、ラスト。行きまーす。毛穴が。毛穴が。イクラを食べれば間違いない。そうなんですよ。そっか、昨日も来たから分かるっていう。海初めてだけど食べれると思う。え、絶対食べれる。じゃあ挑戦しようかしら。桜編がどんなんだっけ？昨日はこれ食べたんだけど、ウニとイクラがうますぎて、こっちでいいって言われた。こっちから。あ、そういうこと。もうウニとイクラだけでいいってことか。なるほどね。いや、やっぱあかりんさんのおすすめにしようかな。ね、私も。とりあえずそれにする。え、ちょっと思った。美味しそう。でも結構食べたいよ。美味しそう。いや、美味しそう。え、絶対うまいじゃん。結構量ありました。いや、そんなでもないな。2回戦丼もシンプルに美味しそうだな。でどうする？味噌汁飲みたい。茹でたチヂミがいい。はい、青さ。やっぱりじゃあみゆつきはみゆつきはウニイクラ丼にレギュラーサイズにして。イクラです。グーグーグー。
が、うん、ウニ行く。うわ、なんかすごい綺麗。宝石感すごいよ。どっちもできない。走ったらごめんね。大丈夫です。うわー！やったよかった。ちょっと待って、何も出てこない。最後3で決めることができました。やったー、すごい、嬉しい。全然聞いた、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 聞いた。じゃあ、いただきます。どうですか？芋も美味しいし、うん、バターも濃厚で、うん、ウニも超うまい。うまい。じゃあちょっとメメがかじりついた部分をドアップで特別にお見せしちゃう。
Yeah!
熱すぎる。いや、私は見て、これ前髪、私はあ、でもいつもよりいつもよりはあ、あかりもお疲れ様です。楽しかった。かわいい。これ何？え、調べようかな。ソイって何？ま？ソイ？ソイって何？黒っぽくて、なんだこれ？冬の代表的な白身魚。冬？早めのソイって。これ何ですか？タイ？タイタイ。タイと言われる、北海道のタイと言われるマソイ。ついてください。ほら風に吹かれている。フルパートンビだよ。トンビ。